新型コロナウイルスサーズ株 -2 の変異株、アルファ株2021年3月25日時点で、アルファ株の症例が確認されている国、地域判例、確認症例数1万確認症例数59999確認症例数14999確認症例数5 9 9 9確認症例数1499 確認症例数299確認症例数1確認症例数0またはデータなし SARS コロナウイルス2アルファ株は新型コロナウイルス感染症の原因ウイルスとして知られる SARS コロナウイルス2の変異株である。口述の通りイギリスで最初に検出されたことから日本では通称イギリス型変異株として知られている。世界保健機関のラベルでは アルファ株に分類されている。N501 は異変異があり、元の SARS 株マイナスによりも感染率が36%から75%高く、また死亡率も30%程度高いとする指摘がある。一方で発表された数値では有利差があるとは判断できないとする意見もある。この株についてフーは2021年9月時点で、 懸念される変異株に指定している。イギリスで2020年11月、ナインティ1 9の流行拡大中の9月に採取されたサンプルから検出された。12月中旬までに急速に広がり、同国での感染拡大と相関している。ウイルスのスパイクタンパク質の一つまたは複数の変化によるものと考えられている。この亜種は、 通常見られるよりも多くの変異があることでも注目に値する。2021年2月2日、イングランド公衆衛生庁は E484 系変異を持つごく少数の2020年12月1日変異株ゲノムを検出したと報告し、これをバリアントオブコンサーン20 202100に例2と命名した。この変異株は 南アフリカとブラジルの亜種にも存在し、ワクチンの有効性を低下させる可能性があるとしている。科学分野においては、変異株は当初、フィーによって、2020年12月の調査中の最初の変異株を意味する、バリアントアンダーインベスティゲーション202012-01と命名されたが、同年12月21日に、フィーが発行した報告書において、 バリアント・オブ・コンサー202012-01に再分類された。また、系統名では、系統 B1.17 と命名された。2021年5月末、フーは懸念される変異株や注目すべき変異株に、ギリシャ文字を使用する新しい方針を導入した後、系統 B1.17 に対しアルファのラベルを割り当てた。イギリス政府及びメディアの報道では、 UK ナインティーンバリアント、UK コロナウイルスバリアント、ザニューバリアントと呼ばれ、特にイギリス外では UK バリアントやブリティッシュバリアントと呼ばれる場合もある。また、変異株が発見された場所であるケントにちなんでケントバリアントと呼ばれることもある。アルファ株の疑似着色等化型電子顕微鏡写真。変異株の感染力の増加は緑色で示した。 スパイクタンパク質の構造変化に起因すると考えられている。アルファ株はゲノムデータと国による規制にもかかわらず、ケントにおける感染率が低下していないという知見を組み合わせることにより、2020年12月初旬に最初に検出された。B1.17 に属する2つの最も初期のゲノムは、2020年9月20日にケントで収集され、 もう一つは、同年9月21日に、クレーターロンドンで収集された。これらの配列は、ギセット配列データベースに登録された。遺伝的証拠を用いた、広報追跡では、B1.17 が2020年9月に出現し、11月中旬まで、市中で非常に低いレベルで循環したことを示唆している。変異株に関連する症例の増加は、フィーがケントにおける、 感染率が低下しなかった理由を調査していた11月下旬に最初に明らかになった。その後フィーは、この変異株に関連したクラスターがロンドンとエセックスにおいて急速に広がっていることを発見した。また、主にイギリスで使用されている RTPCR 検査の一種で、あるサーモフィッシャーサイエンティフィックのトックパスカビット19も重要であった。 この検査は3つの場所で RNA と一致し、B1.17 のスパイクタンパク質の HV6970 の結出により、スパイク遺伝子の機能を停止した。これにより、ゲノム配列決定によって、どの症例が B1.17 であったかをよりよく疑うことができるため、予備的な同定が容易になった。変異株は、 慢性的に感染した免疫不全の人に由来している可能性があり、ウイルスの増殖と進化に長い時間がかかることが示唆されている。COVID-19Genomics UK Consortium によると、SARS 株マイナスにはスパイクタンパク質だけで4000以上の変異が検出されているとしている。系統 B1.17 は14種類の非同義変異、3種類の血質、 および6種類の同義変異の計23種類の変異が定義されている。SARS 株 -2 のいくつかの迅速抗原検査は COVID-19 の診断のために世界中で広く使用されている。それらは大量検査プログラムの一環として多数の症例を迅速に特定する手段を提供することによりウイルス電波の連鎖を止めるのに役立つと考えられている。 B1.17 の出現によって当初は迅速検査がそれを検出しない可能性があるという懸念があったがフィーはイギリスで評価及び使用された迅速検査が変異株を検出すると判断した2020年後半の時点でいくつかの COVID-19 ワクチンが展開されているか開発中となっているしかしさらなる突然変異が起こると ワクチン開発を変更する必要があるかどうかについての懸念が生じた。サーズ株マイナスには、例えばインフルエンザウイルスほど早く変異せず、2020年末までに有効であることが証明された新しいワクチンは必要に応じて調整できるタイプとされる。同年末の時点でドイツ、イギリス、アメリカの保健当局と専門家は既存のワクチンが B1.17 に対しても従来の変異株に対しても同様に効果的であると考えている。ナーバタグは2020年12月18日の時点で現在免疫回避について結論を出すにはデータが不十分であると判断した。一方、フィーは同年12月20日の時点で新しい変異株が現在イギリスのワクチン接種プログラムで使用されているファイザー。 バイオンテックワクチンに耐性があり、人々が引き続き保護されるべきであることを示唆する証拠はないことを確認した。デンマーク、オランダ、英国、ポルトガル、スイス、アイルランドのすべてのコロナウイルス陽性サンプルにおけるアルファ株割合の拡大を対数スケールで成長曲線を決定した。括弧で示された傾斜は1日あたりの相対的な指数成長率である。 イギリス、イギリス内の国々及びイングランドの各地域のコロナウイルス陽性サンプルにおけるアルファ株割合の拡大を対数スケールで成長曲線を決定した。括弧で示された傾斜は1日あたりの相対的な指数成長率である。アルファ株の症例は最も一般的に使用される検査がこの変異株と他の SARS 株マイナスに変異株を区別せず、 多くの SARS 株マイナスに感染が全く検出されないため、ほとんどの国で過小報告される可能性が高い。RNA-C 検診は、この変異株の検出に必要であるが、特定の変異株の RT-PCR 検査は、アルファ株の代替検査として、または、全、ゲノムシーケンシ検ン診を行う前に、補足的な最初のスクリーニングテストとして、使用することができる。 2021年3月23日の時点で、アルファ株は241の国と地域のうち125カ国、地域で検出されており、市中感染の存在を報告した国もあれば、これまでのところ旅行関連の症例のみを検出している国もある。3月16日の時点で、英国、アイルランド、ブルガリア、スロバキア、イスラエル、ルクセンブルグ、ポルトガル、デンマーク、 オランダ、ノルウェー、イタリア、ベルギー、フランス、オーストリア、スイス、リヒテンシュタイン、ドイツ、スウェーデン、スペイン、マルタ、ポーランドの21カ国で主要な COVID-19 変異株となった。レバノンでは新しい変異株の出現と急速な拡大が検出されており、SARS 株 -2 の感染強度と1月の最初の12日間の 新しい変異株の頻度との間に関係が認められている。2月以降、アルファ株はレバノンの主要な変異株となった。同年2月時点で南米、中米、アフリカ、中東、アジア、オセアニアのいずれの国もコビットナインティーン要請の中でアルファ株の検出シェアに関するデータの報告はなかった。最初の症例はイギリスのロンドン、または ケントで2020年9月中旬に起こった可能性が高いとされる。2020年12月13日現在、イギリスでは約60の自治体でこの変異株が1100発見確認された。これらの症例は主にイングランドの南東部であった。この変異株はウェールズとスコットランドでも確認されている。11月までにロンドンのコビット。 19ンパンデミックの症例の約4分の1が新しい変異株によって引き起こされ12月までに3分の1になった。12月中旬にはロンドンの症例のほぼ60%がアルファ株に関与していると推定された。2021年1月25日までにイギリスの確認された症例数と可能性のある症例数は28,122人に増加した。 ありがとうございます。